皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失ったあの日の悲劇のように。ルーナ、でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の道からがあるのです。私はここオルティシエに眠る荒ぶる水神リヴァイアさんの道からをお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。ありがとうございます。こっちからも見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。おう、任しとけ。始まるんだね。我が名はルナ・フレーナ、カンナギの血を引く者、水神リヴァイアさんよ。王に聖石の力を迎えるため、どうか受けを。向かってる。儀式はもう始まってるってことか。多分な。水神を守ってやらなきゃね。
に選ばれし王は星の闇を払う。それはお前も承知だ。人はその慈悲ゆえに神を崇め、神は人に慈悲を与えてこその神。王は必ず神にその証を見せる。あんたの力がいるんだ。
倒されるまで認めねえってことかよ。指は出しない。じゃあいいや、君が渡しなさい。クリスタルも取り戻すよ。おい、早く来いよ、ノクティス様。ルナフレイヤさん、
ノクティス様。ルーナ、ここにいらしたんですね。うん、ルーナももう一度お会いできるなんて思ってもみませんでした。え？どうして？私はもうカンナギの使命を終えたから。終わっても一緒にいられるでしょ。神々はノクティス様の力を認めました。そして指輪もあなたの手に戻ります。皆さんのところへ戻られたらテネブラエをお尋ねください。たくさんの花がノクティス様をお出迎えしますから。ルーナは？あなたが会いに来てくださったこと、私はそれだけで十分です。なんで？僕は死んでもルーナを助けたかったのに。もし心細くなってしまったら、私を思い出してください。これからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りします。さようなら、ノクティス様。おはよう。二人に知らせてくる。少し時間がかかるが。怪我したのか？大規模な戦闘だった。仕方ないさ。ルーナは？亡くなられた。アンブラがそれを。
Thank you.